ダストチャンネル。ダストです。本日はじゃん、ブレイク豪華の不良品についてお話ししたいと思います。僕はワールドホビーフェアの先行発売でブレイク豪華を買ったんですけども、そのうちの一つのスラッシュパンツァーが不良品でした。どういった症状が出たかというと、遊んでると電源のオンオフが頻繁に起きたんですよね。で、あまりに頻繁に起きたので、バンダイさんに電話したんですよ。で、そこで症状の説明をしたら、誠に申し訳ございませんでしたということで、新しいのすぐ送ってくれたんですよね。で、ずっと心待ちにしてて、で、やっと届いたと思ったら、その時家に人がいなくて、不在通知になっちゃったんですよ。で、すぐ手続きして、次の日の夜に来てもらったんですけど、Uパックで送られてきたんですが、なんかですね、Uパックがすごい混んでて、めちゃくちゃ忙しいみたいで、指定時刻より過ぎてきたんですよね。30分ぐらい過ぎたかな。もうね、すごい大変そうで、でもね、時間過ぎてもしっかり持ってきてくれて、で、忙しいのにありがとうございますって言って受け取ったんですよ。で、ずっと心待ちにしてたので、もう届いたらすぐ箱開けて、シール貼って、電池入れて、で、いざ電源入れたんですよ。そしたら、電源入れますよ。これ止まっちゃうんですよ。どういった症状かというと、スラッシュパンツァーのメイン武器のこの部分がぐーっと降りてきて、通常であればバンって跳ね上がるんですけど、そこの過程で止まっちゃうんですよね。もう一回やってみます。チーンですよねこれでね、めちゃくちゃがっかりしたんですよ。で、何が壊れてるんだろうって思って、まずスラッシュパンツァーのこのメイン武器を僕の持ってる正常なスラッシュパンツァーにつけてみたんですよ。で、電源を入れると正常に動くんですよね。次にこのサイクロンフォークのメイン武器をつけてみようと思ってつけてみました。電源入れるとこんな感じで正常に動くんですよ。で、トルネードファングのメイン武器もつけてみようと思ってやってみたところ、いきます、動くんですよ。なので、このモーターユニットがきっとおかしいんですよね。ということで、バンダイさんにもう一回電話したんですね。すいませんと、せっかく送ってもらったんですけど、それも壊れてましたって言ったら誠に申し訳ございませんと。で、症状を説明して、次はきちっと動作確認をしたものをお送りしますので、申し訳ございませんでした。もうしばらくお待ちくださいということで、今待ってるところです。このスラッシュパンツァーに関してどうなのかなと思って、スラッシュパンツァーを僕2連続で外れを引いてるので、僕がただ運ないだけなのか、それともちょっとこのスラッシュパンツァーがおもちゃ的に弱いのか、どっちなのかなと思ってます。まあ、運がないっていう点で言えば、僕今年の正月で運使い切っちゃってるんですよね。あの、モンスターストライク、わかりますかね？モンスト。正月に家族で初詣に行ってたんですけど、すごい人で、お参りするまですごい並んでたんですよ。で、あまりに暇だったんで、モンストのガチャ引いてみようと思って、十何回引けたのかな？で、家族で回しながら引いてたんですよ。そしたらマナ2体と、正月バージョンのパンドラと、今ちょっと弱くなりましたけど、ルシファーが出て、もうね、僕モンストを始めて以来初めてあんな神引きしたんですよね。で、めちゃくちゃ嬉しくて、みんなに自慢したら、もうお前の運多分使い切ったねって言われたんですよ。だからね、それ本当かなって今思って、そのツケが今回ってきてるかなってちょっと感じてます。もしこの動画をご覧になってくださってる方で、ブレイクゴーが買ったよという方は、マシンに不具合なかったかぜひ教えてください。何にもなかった人もぜひ教えてほしいです。ブレイクゴーガーを買おうか迷ってる人がこの動画を見て参考になるかもしれないので、ぜひ教えてください。で、もしマシン買って不良品だった場合、箱の裏側のここの電話番号に電話してもらえればすぐに対応してもらえます。で、その時気をつけてほしいんですけれども、個体識別のためにバーコードの上のこの番号がいります。2391173、これスラッシュパンツァーの番号なんですけど、これかシールのこの部分2391173、これも同じ番号なので、このどちらかがわからないと受付ができません。その点だけくれぐれも注意してください。
ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。